暑いな。あ、おいでやす。どうどす、お店の方は。あかんわ。どうにもこうにもしょうがない。あてのもんでも売って、何度足しになりまへんやろか。こんなもの焼け石に水じゃん。みんな心配せんかっていいがな。そやかって、お世話になった恩返しのできるのを今どっさかいな。よろしをしたら何でも持って行って足しにしとくれやすな。もう苦労言いないな。もういい。はあ、嫌になった。はい。いや、おもちゃさん。おはようさん。あ、おいでやす。わしな、ここのもんにしてもらおうたい。よろしゅう頼みますで。そうどっか。何でも用事するで。盛大使うてや。まあまあきついや、せあの時もよ、実機乾きましたかいな。お風呂にでも行ってさっぱりと嫌な気持ち流しているやつな。はい、そうしようか。まあこのじじむさいこと汗じんで早いといてやる。へえへえ。
無駄が死んで人出しの秋とすわ。キリスト派落ちてってんわの秋を知る中とかやんな。おはよう、帰りや。いや、ええ姉さん、古田藩居候さすなんてやるとくれはいな。もう何ちゅうことを言うのえ、この子は。あないならはったのに、お気の毒でほっとけるかいな。店が潰れようが、商売があかんになろうが、そんなことあてなら知ったことかいな。そんなこと言うもんやあらしまへん。義理というもんがありますやんか。うちに行ってもらっても、何一つしてあげられへんのに、せめてそれで慰めてあげたらと思てんやないか。なんであてらが慰めたりせんなら。あてらが古田藩を居候させてくれからかいさ。もう秋になるのに、着替えの一枚もあらへんやないか。家賃かて三月も四月もたまってんのえ。いや、そらあてはな、別に古田藩が居候に来はったさかい、物入りが女って困るというだけで言うてんのとは違うのえ。姉さんの男派に対する考え方注文が間違ってるさかいなあては言うてるのえ。だいたいその義理ちゅうやつが気に入らんの。義理がないやん。たとえ姉さんが前にどんな世話にならはったかと、そら当たり前や。世話になったそれだけのことはちゃんと返したんね。姉さんは小さい時から車に奉公してきはったさか、そらそう思わはんやけど、あてらみたいに女学校出て芸妓になったようなもんにはようわかるわ。なあ、ここで遊びに来はろうとかはんちゅうたら、みんなお金であてらを慰めもんにすることだけが目的で来はんやないか。そうと違う男が一人でも言いはるか。こんなこと今さらあんたに言うてもらわんかって、ようよう分かってます。分かってんやったらその通りお支配な。佐々木さんがそんな気なら、こっちもええ旦那派できたら取るもんは取っとくのが当たり前や。取らんの損や。あんたベタ戦一もあらへんような人居候やらさしといてか。そやけど古田藩が恩に気にならんような、どんなことしてくれはったちゅうのえ。そやおへんか。うちが一人前の芸妓になるように。一人前の芸妓ってない。どう見てもこれならどなたはんでも満足して楽しんでいただけます。そんなしてくれはっただけやないか。あてらはお金で慰めにしたり、まるで品物みたいに売り返しはったは一体誰や。みんな男はんや。男はんちょ男はん、みんなあてらの敵や。憎い憎い敵や。それこそあてら男はんちも一目で合わしちゃってもええねや。言い合わしちゃる。姉さん本屋とかギリアとか注文でうまいことごまかされて、男はんの自由にされてはんじゃ。なあ姉さん、古田藩みたいな人と別れておしまいやす。なあ、帰ってきはったらそう言うてさっさと印鑑をもらいいな。そやけどあんたみたいなこと言うてたら世間は渡りしまへんえ。そらまあ、ただあてらと遊びに来やがっただけの人にはそらあんたのやり方でもええやろけどな。ちょっとでも世話してもろた人にはそれだけのことはせんなら、世間注文があるさかいな。なあちゃーちゃん、ええか。あんたのやり方やったら世間の人はどう言わはる。決してええ人やとは言わはらへんえ。ほしたら姉さんはその世間の人からいい人間やと言うてもらうために古田藩の世話しようちゅうのか。けどその世間が大体あてらをいっぺんでも人間らしい扱うてくれはったことがあるか。そんな世間に何であてらが気兼ねせんだらんのえ。姉さんみたいにしてたらほんまにいつまででも締め殺されるような声を上げて議題を語ってんならえ。姉さんぐらいの年の人を見たもみ。みんな小金の一つもためて。おもちゃはん、おはようさん。姉さんようお参りやす。おもちゃはん、あんたにな、ええー、こと言うたんよと思ってたんどっす。なんどす。あんたにな、きつほの字が嫌はんのえ。いややわ。誰どす。これ木村はんやがな。あんたとこへも来はるやろ。呉服屋の番頭はん。いや、しょうもない。ほな言わんと、ええ返事しとあげえな。よいわわ。ほな、さいなら。さいなら、姉さん。お母さん、おはようさんどす。あ、おはようさん。最前な、呼びにあったとこやわ。なんだよ、どうした。あ、あのな、満月の5日にな、お触れ前があんねよ。
あんた先導姉さん、お触れ前に出してあげてくれ言うてたさかいな。ほんまに出してあげとくれやすんどすか。はあ。そやけど、こんなこと梅吉ちゃんに言えへんさかいな。あんたに言うのやけど。へえ。あの人は芸の方は申し分ないんやけどな。レベがさ、あるやろと思ってな。何し一流どこが、ええ衣装でいかはんのに、恥かかしてもなんやし、またうちの顔にも関わるしな。へえ。どうした顔や。ほんま匂いはわ。しょうも。あたらみたいに安物しかおかんと。無茶な稼ぎばかさせ、うん。なあ、お母さん頼みですわ。出してあげとくりゃんな。そらな。ベベの都合さえついたら出てもらおうと思ってる。へえ、ベベの方は何とかしますさかいに。お前そんな世間でも出してもろって、ええ旦那はんでも目かけてもらえんせな。お前姉さんはあんかしまへんわ。そりゃそうやと思う。なあお母さん、まあ聞いとくれやす。腹の立つ言うたら。ほら、あの古沢はん。ああ、あのお店の赤いんだった。へえ、あの人も今朝うち転がり込んできはったのっせ。まあ、お留守番さってすんまへんどしたな。ようネズミに惹かれはらしまへんなんたこと。遅い遅い。あんあん殿。そのおりしは拙者じゃ、おりこの誤り。しんどかった。ブーでも入れようか。部屋を気に。セル、買うてきたんだって。これ、あんたらにお似合いやすかしらん。吸いながらやな。炭治郎、そこのけや。もうそろそろ季節どったかいな。えらいすまんな。それから、あんたはの好きな八幡巻きと刃物かを買うてきたんだって。これ。これはもうそれ。いける。おいしおいしやろ。じっきり用意しましたかい。ちょっと待っててくれやし。頼むわ。はい、道義。あ、ご苦労さんです。あ、お金。道義。えらいすんまへんけど、また今度も一緒にしてくれんな。そうすか。大将おるぞしたかいな。今度も頼みますかなんな。こんにちは。あ、こんにちは。前道義。どうやね、木村はん。ええ、まあ、ぼちぼちどすな。そうかって、あんたとこ、これからどすがな。いや、そんなことええ。木村はん。あ、おうちゃん、こんにちは。あんた、いかんわ。なんとすねよ。梅龍さん、姉さんとこで、なんや、けったのこと言わはったそうやわへんか。あ、あれ、聞こえましたか。すむけやわ。そらすんでんな。あーす。おやつもないんやな。はけったのか。あんまり言わせといて。そう言われるとかまいまへんな。頼んます、ほんまに。なあ、木村はん。はい。月が変わったらいるもんやにゃけど、なんで急にええもんおへんか。あきまんどんな。へえ、そうどす。そんなん担当おすんやけど、これから花見小路の回るので、ええもんはあったんと思ってまんやけど。あ、ほんなん見せとくりゃすな。あて一枚もらっときますわ。けど、根が張りますさげえな。この辺でどうなっしゃろ。何し根と相談やし、崩しではな。それにあんたんたちはあの人権の方がよろしおすんやろ。それやったらうちの店ではないやし、いっぺん他の店聞いてみましたらどうどす。えらい水臭いこと。あんた梅龍姉さんとかで言わはったこと嘘どしちゃろ。嘘やあれへんで。そんなこと当てになるかいな。ほんまやったらあて嬉しいんやけど。なあ木村はん、姉さんお触れ前に出してあげたいんやけど、ベベがあらへんやわ。せんさかいぜひ一枚欲しいんやけど。なあ困ったな。なあ木村はん、なああてにこしらえるつもりで姉さんに一枚こしらえたみてえな。へえ、そんなことわしのようなしょうもない男に頼まんかて、あんたの旦那にこしらえてもうたらいいがな。アホくさ、そんな旦那がおつかいな。あったらあんたみたいな人に頼まへんわ。その旦那にたんとたんとこうてもらうわ。ほんならええ人引っ掛けたらええがな。
かん人。あんたあてにそんなことさすつもりか。あんたそんな気で言うてはった。あてアホやった。あんたもそんな気やとも知らんと。前に受けてから。もうええわ。あんたもそんなつもりならこしらえるがな。旦那はんたあんたとあんたこしらえてみせるがな。好きやがって。もっともっと返すのある人持ってみせるわ。天狗やがな。怒らんでもいいがな。どんなもん欲しいんや。もうよろしい。欲しいことはへん。そら。あんたがほんまにわしのことそのや思ってくれんやったら、わしかて一旦ぐらい誘導してあげてもいいけどな。ボンクラやな、あんた。あんたどこに目つけてはんの。惚れてるか惚れてへんか、そんなこと大概女の様子で察しるもんどすわ。でも、はっきり言ったな、わからへんがな。ほんまに、わからへんがな。刺激さ。今日持ってきた品物だから一番いいんやけど、53円やけどな。やばなこと言わんとおきやす。あっから出てて分からへんね。あんまり技が入ってそうだよ。見違えたから。いやいや、わかるな、バック。おい、昨日な、ビーツクラブの古澤のところの入札にいたんや。もう大将うちの言いやへんちゅうこっちゃで。お前の技が入ったわけは違うか。お前んとかと暗物か本物かやな。わしが睨んだらちゃんと分かったんだよ。だからな、わしはごまかされんで。どうや、おめがねの古いな。ほんまか。こいつね。誰や。まあ、呪落とはんどすわな。今お触れ前であんたはんのお話が出てぜひ会いたい言うて。そりゃよう来てくれたな。お呪落と久しぶりやな。古田、古田。いや、あ、会いたかった。あ、会いたかった。まあ、強とはる。えらいことになりましたな。わしはな、昨日美術クラブの入札に行きました。ほんまに涙が凍りましたね。あの軸、この軸、みんなわしが買うてもろたやっちゃ。わしはあんたにはこないにして売ってもらおうと思って買うてもろたんと違うのじと。それ思ったらな、一目構わず泣けて、泣けてな。あんた、この気持ち分かってくれはりますか。え、分かってくれはりますか。梅吉、だいぶ虎やな。虎、古さん、それはひどい。情けない。わしがやな、ようて、ええ加減なこと言うてるとあんた思うてんのか。いや、分かってる。いや、あんたはそう言いはんのか。いや、分かってる。大きに、よう泣いてくれた、大きに。まあ、面白いよかったはん。あんたは誰や。いいよ、弁天。あ、まあ、危ないぞ。むちゃしないな。あんたは誰や。あての妹だすがな、どうぞよろしゅう頼もうします、ね。ほう、妹は、あんたにこない別品の妹はあったんかや。いっぱいよ、いっぱいよ。よっしゃ、弁天、見てやろう。着してえな。いや、あんたについてもらったら酒が味のうなる。ほい、ほい、広がってこい。呪落堂、ちょっと頼みがあんねやがな。何度すね。小遣い貸してんか。なんぼ欲しいね。30円でいいわ。そら高い。20円に負けたわけ。ケチなこと言いないな。変われば変わるもんやな。今日で指折りのも面倒や。古澤新兵衛ともあろう人がや。このしがない呪落堂ごときに小遣いを
たかるようになるとは、人は落ち目になりとうないわ。なんかやがんねえ。乾物の軸や瀬戸物をぎょうさん売りつけておきやがって。なんや、古田。もっぺん言うてみ。人聞きの悪いこと言わんといてんか。あんたは何か、わしがそんなことしたと言わはんのか。いや、わしがそんなインチキしやと言わはんのか。いや、わかる。ああ、情けない。わしはな、昨日、ビーズクラブの入札にいたい。涙がこぼれたい。いや、わかってる。あの事故、この事故。いやいや、わかってる。いや、今言うたのは天狗やがな。天狗。天狗、うん、天狗で当たり前や。わしがな、そんなインチキしあらへんで。そうや。わかったか。わかった。わかった。うん。わかったい。わかったい。お前入ってんがな。これでええが。ちょっと待って。あ、危な。キッズ、よそやつは。あ、どこできたんや。うん、そう。あの、どこですね、ここのうち。清水の三年坂や。あ、そうですか。ジュラクだ。ジュラクだ。運転手さん、すんまへんけど下木屋町まで戻しておくれんな。目覚めましたか。あんた誰。まあ、だいぶ予定したんだってな。明けを無理にここへ連れてきておきやして。そうか。あんた誰やったいな。梅吉の妹のおもちゃどすなの。梅吉にあんたみたいな妹あったか。ほて、なんでこんなとこへあんたと二人いんならん。何を言うとやんねんな。おふれまいから、梅吉の。あ、そうや。わし、古田藩におたか。へえ、おとやすわ。そうか。えらいおたもんやな。ああ。下木屋町な。まあ、いっぱいどうぞす。アホなこと言いない。何時や。まだ10時過ぎたとこどすな。あ、10時や。ほら、あかん。いいの。あ、あの、ちょっと待っとくりゃす。話があるのどすわ。なんや。あの、姉さんがいっぺんあんたはにおって相談したい言うてはなどすけど。もう小遣いやったらあかんで。あんたはん、うちの姉さんどう思いやす。どう思う。しょうもないこと聞きないな。嫌いどすか。何言うてんねんな。おう、そうどすか。ほんなしょうがおへんな。まあ待ちな。そう早かてんせんでもええがな。あて、あんたはんのこと何遍も何遍も聞かされてんのどっせ。うまいこと言うてるで。ほんまに親切なお方や。あんな旦那はん持ったらどない幸せやろって姉さんいつでも言うてはんのどすがな。ほんまかいな。ええ、嘘言いまっこいの。まあ行こう。せやおき。さやけどな、姉はんには古田はんがついてるさかいな。さ、そこどすね、話ちゅうのは。前はそうどしたけど、今は別に何でもおへんにゃ。ただ、昔の義理があるちゅうだけで、まあ話して世話してはんのどす。あんたはんの前どすけど、ぶっちゃけた話、
もう厄介もんや言うて姉さんも困ってはんのどっせ。そらそうやろ。あんな親父に疲れてたらかなんさかいな。そら前は弱いの。そうどす。今あんたベタ戦一もないやさかいに、ほらもう貧乏神に取り憑かれたようなもんや。ほんまにそうどっせ。長いことほっときまして、あの何度持ってきまひょか。うまいもんたんと持ってきてんか。それからお酒もな。ほなすぐ持って参ります。姉さんの言わはんのにはあんたはんさえわしも男や世話する面倒を見たるって言うてくれはったら自然古田はんも言いにくくなって出ていかはるや。こう言わはんのどすがな。ちっとは姉さんの気もさしてあげとくりゃんな。けどそらぐつわれは。なんでどす。なんちゅうてもや。わしは昔は古田はんのおでりやし、義理があるさかいな。古田はんとや、別れたら考え直してもええで。ほんなあと一肌脱ぎますさ。なあ、お金を出しやす。手切れ金か。へえ、なんしあの貧乏神のおっさん、国に帰る旅費も持ってはらしめへんさかい。なんぼほどあったらええねん。まさか小遣いぐらいではすんまへんしな。100円でどうや。ええ、ほんの字どすわ。ほんなら早速姉さんのためやったげえな。姉さんのためあらへんわ。あんたはんのためどうしちゃおへんか。ほんま言わんときいいな。ただいま。おかえり。ああしんど。はわかりさん、もう案上送ってやってくれたからね。へえ。ああご苦労。もう困りましたえ。きつい音やしてな。そやろ。すまなんだ。で、あんたお腹はどうやな。うどんでも言うてこうか。へえ、おきに。もう呼ばれてきたんだっせ。あの、これお土産。これはすまんな。いっぱいわがじゃ、もういっと思ってな。もう早速呼ばれるわ。あ、これは好物や。まあ、いっぱいどうぞす。もういっぱい。さあ、ケースもういっぱいだけ。なあ、古田はん。何や。あて、ちょっと嫌なこと言いますけど、怒らんと置いとくりゃしちゃ。何やねん。まあ、そう言うたら大概分かっとくりゃしちゃるけど、あんたはんも嫉妬やす通り、あんたはんにうちにいてもらうとほんまにつらいのどすわ。そりゃそうや、もっともや。先月も赤字だもんな。ほんまに芸妓っていう商売は儲からん商売や。同情する。へえ、二人で暮らすだけでもピーピーどっさかいな。それに来るわちゅうとこが口がうるそうてな。あんたはんがこなしてうちに追いやすだけでもいろんなこと言わはんのどっせ。ごもっとも。もうそらあてらは義理人情でお世話してるつもりでも、世間の人はそうは思ってくれはらしまへんさかいにな。姉さんかてほんまのことは言わはらしまへんけど、まああとは言わんがはな。さあひとくりゃしちゃ。ほんまに堪忍どっせ。それだってちょっとお金こしらえてきました。50円おっさかに国を帰らせたしんでもひとくりゃしな。これえらいすまんな。ほんまによう聞いてくれして大きにすんまへん。わしいなしてもらう。やっぱり苦労しとやすだけによう分かったくれしてほんまに大きに。犬は梅木君帰ったらよろしいんといて。よろしいです。
ご主人、ご主人。誰や。いやあ、佐野吉じゃないか。久しぶりやったな。お前近頃景気どうや。あんたどこに出したの。みんな心配して探しましたね。奥さんはあんたがおるらんでお国を買い出したんや。まあ、どこにおりやす。いや、ちょっとあるとこでな、居候して放り出されたとこや。そんなら奥さんのお国を買い出すの。なかったかったきんな。今晩あるね。ちょっと散財しよう。ケーキ直しにパーッと行こう。いや、そら音もさせてもらいますけど、まあ、とにかく私の家まで行って。まあ、ええなら、まあ、あるね。だけの出来やったら、ちょっと苦労とにも分かりしまへんで。なあ、ええ出来としてろ。なんぼやな、ネット相談やな。相談な。いかにもええ品とったかいに、まず、170円とかどんな。ごめんやす。いや、まあ、こっち来ておかげ。部屋を機に。これ、巻き持ってます。270円です。高すぎるわ。一枚負けといてんか。これでギリギリ出すわ。いや、俺はつかなんだら、またこれは次にしてもらう。そんならもらっとこ。そうですか。お銀。へ、お銀。前のお銀。お銀。さあ、こっちおいで。へ、お銀。どうや、そのもん。もう、思ったよりあっさり出て行ってくれはってな。帰ってこっちが恥ずかしくらいだして。あんや、拍子抜けがしてしまっての。ありがとうしよる。めきちはもう、あんたはんと一緒になられさかいちゅうて、きつう喜んではりますし。さよか。けど、なあ、あんたはん、うん、古田はんのことは下口も冷やしたらあきまへん。うん。どこにこじれるとうるさいし。それからね、姉さんがあんたに惚れてたそうやな、っちゅうなこと言わんとおきゃっしゃ。それが男はんの程度しゃろ。わかってる、わかってる。そんな下手なことはぜひ。すぐどこぞで会うわ。うまいことやりやっしゃ。これを一遍よう勘定してみ。え、こんなことでごまかせる思てんのか、アホ。何やこの頃お前の様子がおかしおかしと思ったら、やっぱりこんなことしてたんやな。ごまかすのやったらもっと安定ごまかしたらどうや。え、こんなことしてたらしまいにどえらい目に遭うぞ。さあ言うてみ、どうしてこんな金がいるようになったんや。言うてみな。言われへんのか。そりゃ言えへんやろ。ほんならわしが言うたる。どこぞの三倍芸者に持ちかけられて着物でもこしらえてやったんやろ。どや、そやろ。物をやらな惚れられるっちゅうのは会社のないことすな。ほんまに。わしらの若い時には女子の方からええもん持ってきよったもんや。
子は。お前の惚れるような女がやったら、どうせしょうもないもんやろ。そら、一緒にしてやれるようなしっかりしたもんやったら、わしがお金もおったるし、泣くことにもなったる。うせえさかい、先のな言うてみ。わしがいっぺん見てきたの。おもちゃん、こんにちは。えらいこっちゃね。なんだそれ。えらいことになって、バレてしもたんや。何の話だすんやな。キス、慌てて。わし、不備になるかもわかれんね。そうですか。うちの大将来たら、頼むわ。案上をごまかしててな。な、頼むさかい。いやいやわ、今頃そんなお尻持ってきはったかって、うちかてかなわ。そんなこと言わんと頼むわ。な。うちの大将な、あんたさえ暗示を言うてくれたら、わしと一緒にしてやってもええっちゅうてんねん。お手とどうすか。そやわな。あほくさ。そやだかい。暗示を言うてや、頼んで。な。ごめんや。おいでやす。どなたはんどす。私は丸菱の主ですね。毎度ご贔屓になりまして、大きに。ああ、あんたはな。そうですか。おもちゃんと言いやすのは。ええ、あさしどすけど。あの、何度ご用ですか。いや、ちょっと話が落ちてな。あ、そうですか。ほな、まあどうぞ。お上がりをしてくれ。上がらせてもらいますさ。どうぞ。いや、もうどうぞ。かまんといておくれ。早速ですが、話っていうのは木村のことですね。何ですか。木村がめきちゃんの衣装をこしらえてあげたって言ってますが、それはほんまですか。ああ、あれですか。いや、あれならこの間いただきましたけど。そうあっさり言われたらかなわんな。あんたが手くるわの人なら、だいたい呉服屋の番頭が50円以上もする着物を人さんにただ差し上げるっていうな、そんな気の利いた真似ができるもんかできんもんかぐらいのこと、大抵分かってるやろと思いますわな。そんなこと分からしまへんわ。いや、そうは言わしまへんで。あんたそれよう知ってて、そないなことしな。あ、そんなこと言わんといておくれ。あては木村はんに、そんなことしてもええのどすか、お店しくじるようなことにならしまへんかとまで言うたのに。いや、そんな心配はいらん。わしの金で買うにゃって言わはりましたさか、もろたんどすが。いや、あいつは小さいとこからわしが育ってきましたさかい。気立てはよう分かってますね。あいつはバカがたいほど硬いやつどす。へえ、そうどすか。加藤すのか。多聞の一端やそこらで、女の弱みにつけ込むような人が、硬い真面目なお方反動しちゃろか。そんなことあいつはしたと言わはんのか。いえ、そら私の方もあろうした。あてらがよう売れるような芸妓どしたら、あんな人から物もらうようなことしんしまへんやけど。何しろ旦那はんの一人もなし、着替えの一枚もないような始末どすさかいに、つい言われるままにもろたがいかなんだんどす。あんたみたいな器量のいい人が売れんちゅうなこと。いえ、それがあんたはんほんまにあかんのどっせ。こっちでなんぼお世話になりたいと思っても、なかなかお世話しとくれやすお方がおへんさかいに。世話する人がないなんて、それは男の方がどうかしてるで。まあ、お口のうまいこと。それがほんまならよろしおすねんけど。ほんまやがな。あ、まあ、お話耳入れて、まあ、お分も差し上げますけど。いやいや、もう、ほっといて。あてらみたいなもんでも、世話しておくれす旦那さんがおしたら、ほんまに親身になって打ち込むと思ってんのどすけどな。まあ、あの、こっち来ていっぱいどうどす。あの、ブブ周りどっさかいに。それに誰もいやしめへんし、どうぞあのままこっち来とくれんな。そういうこ、こんなのは失敬するわ。
らい厚かましいけど。で、あんた、姉さんと二人でここのうち持ってはんのか。へえ、二人で一生懸命働いてますんですけど、あかしまへんやわ。ほんならなおさらや。あんなうちな、しみったれた番頭みたいなもんにかかってたらあかんやないかい。そうですけど、ええお方はんがおへんもん。なあ、あんたはんやだ、立派なお方ってあんた知っとやっしゃるさかい。なあ、お世話しとくれんな。いや、もうわしの知ってる中にはそんな気の利いたやつ一人も言えへんの。あ、そんなことはおへんやだけど。もう若い人ちゅうたら頼りがおへんさかいな。そやし、親身の話したかて、本気になって聞いてくれはらしまへんさかいね。そらあかん、もう若いやつなんて天と苦労ちゅうこと知らへんねん。そうどっせ。あんたはみたいな、酸いも甘いも知っとるやつよな、お方はに。いっぺん、あてらのこと聞いてほしおすねやわ。いや、そら、聞いてもええで。ああ、嬉しい。だって嬉しおっさ。もう、いっそのこと、このままあんたはのお世話になれたら、あてどない幸せどっしゃろ。うまいこと言うても、年寄りは喜ばしないの。でもやおへん、本気どすなの。あても、あんたはのお世話になることに決めとこ。なあ、よろしおっしゃろ。そらまあ。まあ、羽織でもお脱ぎやんな。いや、そうやけど。あの、今日はゆっくりしとやしてよろしおすねやろ。まあ、別に用もないさかいに。さあ、丹前でも起きやんな。いや、こら。あんまり話がうますぎねやないかい。そんなこと。上様、まだ分かってやるね。そうか。ええ芸妓ならそこらにいっぱいいるやないか。もっと気の利いた芸妓に惚れたらどうや。そんなに、まあ、今度だけは多めに見といたるさかいに、これからはおとなしいにしまってやりや。少年、お茶屋参りは当分わしがするさかいに。ええか。あんな女に近づいたらあかんで。わしはお前の将来を考えて言うてんのやで。今度からあの女に会うてんのが知れたら、所詮さかい。そのつもりでいいや。偉いすんまへん。これからきっと気ぃつけます。偉いすんまへん。ええか。偉いすんまへん。あんた、うまいこと丸め込まれて消えはったんと違いますか。青なこと言いないな。じゃらじゃらと思う。あんたは残っちゃうもん。わかりますか。姉さん、見たみんな。立派やろ。よう似合うか。上手に商売したらこんなもんや。好きなもんはちゃんと買うてもろて、贅沢な真似ができて、どうえ。姉さんはそんな気やさかあかへんやわ。ええ年していつまでもガツガツ働かんならんや。で、呪落で半で降りてはったん
今日はっきり話決めに来る言うてはったんやけど。ごめんやす。へえ。まあ。いや。ジュラクダハン。まあ、あんたはくじ直して待ってたんだっせ。さあ、上がりやす。あ、おぎ。いや。おいでやす。姉さん、しっかりやりはや。しょうもない、知恵つけないね。ズボを一つ。あ、大喜利。どうや、館内着いたか。へえ。いっそちんちんでしもたら、ちちちんちん。こうした嘆きは今あるまいもの。チン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 。お気に入らぬと知りながら。福沢、こんにちは。よう、どうやね。おじい、もう相変わらずか。おばさんは。さんとこのうちにおやつをしちゃうんですか。いや、今はな、ここにいるね。うちの番頭の家やね。ああ、そうですか。わし、これからあこ行こうと思ってましたけど、なんぞ、届けようへんか。行くのかい。ええ。まあ、やめてこ。ああ、そうですか。なら、ごめんやつ。ごめん。こんにちは。まあ、どうしてあったんや、木村はん。せんと顔も見せんと。ええ、この頃、おやつが回ってありましたろ。はあ。わし、お茶回りやめさせるもんですが、こっちも用回らんと、ご無沙汰してます。あ、そうですか。ええ。あ、ごめんなさい。いや。めぎちゃん。あんたのことをおしゃれしたんです。古沢さんと喧嘩でもおしゃれしたのか。わしもさっき古沢さんに会いましたね。え、古沢さんに。ええ。どこでお会いしたん。あんた、知らはらしまへんのか。いや、八坂下のお茶屋どすがな。八坂下で。ええ、元の番頭さんのお下が来ましたね。乳母車引いてね、相変わらず浄瑠璃やってありました。君、君。え、それで。わし見てたらね、なんやこう、わびしになってきましたわ。大事に遊びしてあった昔の古沢を見てきただけに、話した後何や、世の中ってこんなもんかなと思いますわ。梅吉、おい、どないしたんやな。おい。何や、どないしたんや。そんな無茶なん、どないすんねん。いい、もう止めんと、あての肩に刺してくれ。まるでキツネに包まれてみたよ。今日は何がうまいんやな。この横文字さっぱりわかんねえ。なぜおいしいもの見てやる。
財布忘れてきてもった。財布、うん、まあ、うっかりしてしてよ。おもちゃなんだ。こんなとこに何しに来てん。アホ、あないに言うたのに分からんのかいな。さっさと言え。大将は何どすね。わしを叱っといて、このざまは何どすね。このざまは一体何どすね。主人に向かって何ちゅうこと言うねん。よし、もうお前のようなやつは暇出したる。早いんで出て行け。わしが犬までにまだうちに行きちゃったら所詮とドアホ。おもちゃ、大将は何や。まさかお前のせい。旦那はんどす。え、旦那。そんなことはわしの前でよう平気な顔して言えんな。ドタの決め。ドタの聞けっこ。あたら芸妓どすほんまのことばっかり言うてたら商売ならしまへんさかいな。そら時には嘘がつきますわいな。何やって。何をさらすんや。何やって何どすねんな。たもんの一点そこらでいる男ぶってから、ね、しょうもない。何何や。気をつけやしちゃ。これからもあるこっちゃ。下手なあんなことしはったら島に手が後ろへ回ります。ほんまや。よし、よう言うてくれた。覚えてよ大将。ええ。あんたもええのですな。ええのですな。ぐずぐず言うてんと。はよいね。帰りますがな。おもちゃ、覚えてよ。わしかって男や。忘れますかいな。ええ男はんや。はよいなかい。あいつはどこまでアホなんやろ。これや、これや。あんたはんも一体どういう気であてをほっといて出て行かはったんです。あての気も知らんと。あんまりですわ。何を言うやいな。わしがそんな水臭い男に見えるか。うちにいるのがお前が嫌やって言うさかいに実は出たんやがな。誰がそんなこと言いました。おもちゃはんに聞いたんや。やっぱりそうですか。でもそんなことやとは思ってましたんやけどな。なんであの子そんなことせんならんのやろ。けど妹がそう言うたさかいちゅうて黙って出ていかんかってよろしいやないか。せやけどお前が嫌がってると聞いてはな。嫌がってるもんがこんな子しますかいな。そりゃまあそう聞いたらわしかって嬉しいけど。おもちゃん、そないにわしがつかんかいな。どうや、いっそのことお前ここへおいでえな。へえ、そらかましまいなんだわ。来ますわ。あてもな、そんなことする妹と一緒にいるのは嫌ですわ。ここ気楽なうちやで。水いらんでええがな。うれしやすわ。けどそんなこと言うててまた出て行かはんのと違いますか。めっそうもない。お前一人置いてわしがどこへ行けるかいな。うまいこと言うて。こちらの子、ちょっと電話かけてか。どないしてん。ちょっと電話かけてほしい。うん、かけて。どんか。なんや。え、しょうもない。天を言わんと。いいえ、それは天を言わんの。え、そうです。奥さん、どうも長いことお世話になりまして。え、なんでやねん。うん、うん、細かいな。え、ほんまです。え、それがね、祇園町のええとこでご主人と顔を合わせましてな。え、そえらいクビになるようですわ。え、祇園町のええとこ。ええとこってどこやねん。うちどうすか。あての地区に行ったおもちゃのとこですがな。ええ、そうどうす。ご主人のええ旦那半分に来てもらいましたで。で、わしもお店は帰らせてもらいしまへんねん。ええ、さえなら。あ、お帰りやしたらな、旦那半によろしゅう。
帰りやす。お帰りやす。おい、安吉のやつ、戻ってきりゃ変なのか。いや、戻かったらしめんで。そうか。ええ。お帰りやす。お帰りやす。今帰ったで。お帰りやす。お待た。お前の好きな祇園のかまぼろ買うてきたで。忙しい。何やごじゃごじゃと用が多いても、世話しないこっちゃ。どうしたんや。あんばいでも悪いんか。ネギ寄らんといてくれ。なんでやな。おたけど。へい。お風呂沸いてあるか。もうちょっとだ。こんな気が荒ちるもん。犬でもやっておきます。何をすんねん。いい加減にしとき。おう。どうせあてはアホとす。何やお前、最前から何怒ってんねん。あんまりバカにせんとっとくや。今までどこに追いやった。さあ、言うとみや。うん、時先言ってたもん。あんた、それほんまに言うとやすのか。何を、いい加減にしとき。年して、まだ極道がやんまへんのか。おかえり。姉さん、自楽堂さん喜んではったやろ。あてはこのうち出ていくさかいな。なんでやねん、姉さん。古沢藩にみんな聞いてきたえ。古沢藩おうたんか。荷物は後で取りによこしたか。渡してよ姉さん。姉さん、お待ち言うたら。おまちゃんやいわか。へえ、なんだす。工藤班から車で迎えに来まして。おー、工藤班から。そうですか。ほな、ちょっと待ってくれっしゃ。おまちゃん、どやケーキは、どこで遊び行こうか。なんだす、あんた。あんまり心やす、呼ばんと置いとくらすな。そうですか。わて、あんたよ知ってんねんで。その上で、豪キャの番団くどいて、巻き上げたと違うかおい。天狗、言わんと置いとくらす。顔しててな、旦那はもの、て。相変わらずガツガツしてんのかと思うと、ほんまにかわいそうなもんやな。何を話すつ。黙ってるぜ、気になって。やめとくれ。で、工藤班一体どこにおやすのつ。工藤班、あかんあかん。あんなしみたれた旦那やめとき。わしが金を餃子持ってる国土も世話してやったからな。で、若いのでいいのやったら、わしとや。旦那になってやってもいいで。それとも、この色男とや。バカにせんといてや。あてはそんな女よへん。
何回行くかね。何ぼらずにだったっかい。お前らな、金さえ出しゃええねえねえけ。黙って起きてついてこい。あんじゃかいがあったらさかい。アホ、なんてこと言うの、アホ。あてんだ、何の恨みがあって、ほんなこと。おうちゃん、久しぶりやね。おかげさんで、こんなことしてるわ。今夜はな、じっくりあんたに恨み言うつもりや。木村はん。わしを恨みに思ってる。分相応に、たーんとお礼がしたいわ。おろしとくれやす。いやいや、飽きまへんわ。おろしとくれやす言うたら。やいてこっちへん。怖がらんと黙ってついてきたらええねん。おろしとくれやす。おろしとくれやす。あ、えらいことすんめけた。今、妹はんがどえらい怪我しはったちゅうて。え、おもちゃが？いや、おもちゃが？へえ、店から言うてきてはります。そりゃえらいこっちゃ。梅口、すぐ行ってみ。ほんまにどうしたんだろ、しゃの。何を言ってんの、ここで心配したかってしょうがないがな。はぁ、言ってみ。はい、行け。え、あの、ほんのちょっと行ってきます。ああ梅吉、用事あったらいいや。わしすぐ行くさかいな。梅吉さん、あ、お母さん。まあ、一体どうしたんだか。あんな、誰ぞに恨みでも受けたんか知らんけど、円卓に振り落とされたんやわ。それで、えらい怪我ですか。いや、審判でもならなんだねと思って心配してんやけど。ほんまにあの子。今ここに。今、手当てしてもろてんや。大丈夫どうしやろか。さあどうやろかな。ちはちゃん、まあ、あんた一体どうしたい。自分の思うようにならなんだ、境中で。こんな卑怯にまねするような男には、なんぼでも歯向こうでいいんじゃろ。ほして、ほして思い知らしてやんにゃ。そんなこと言うもんやないって、な。あんたももうこれにこれって、ちょっとは人の気持ちっていうもんを大事にせんとあかんね。あての言う通りにやってたら、こんなひどい目に遭わずに済んだんや。いやいや、姉さんの言うようにするのは、男に負けるこっちゃ。あてはそんなこと嫌や。あほな、誰が男に負けるもんか。そんな興奮したら傷に触るやないか。ほんまや、そんなに見たらあかへん、うん、静かにじゃないかんね。ええ子や、ええ子、ええ子やな。すみませんけど、ほなてちょっと身の回りのも取ってきましたが、お願いします。ほな、早く食べて。どうも。あ、どこと出会いましたやろか。旦那はんですか、ええ、あのさっき奥さんから突然電報が来ましてな。ええ、電報。ええ、うちのと一緒ににわかに奥さんの国に行かはりましたんだし。奥さんとこですか。ええ、なんでもあっちの方の人権工場とかの支配人にならはるっちゅうことでしてな。そうですか。ええ、どうしてなんぞ書き残してでも。別に書き残しておへんけど、梅吉が戻ってきたらわしみたいな頼りない男やない。
もっとええ旦那はみつけてくれ言うてはりましたえ。まあ何を言わはんねやろ、ほんまにいいな。姉さん、ちょっと寒いね。布団着せてんな。何やねん姉さん、そんな不景気なもん目から出して。どうしたんえ？え？どうしたんやな。それじゃあ急に国へ帰ってしまはったんや。私何も言わんと。そんなこっちゃ見とみ。なんぼ実を尽くしても自分の勝手な時にはあてらを捨てて行ってしまはんにゃ。あてはええのや、育てええのや、することだけはしてきたんやさか。古沢はもきっと喜んで行ってくれるやん。世間へも立派に顔を立ててきたんやさか。そやけどそれで姉さんは一体どうなった。世間に立派な顔を立てて、それで世間から何をしてもろた。そら古沢は喜んではったやろけど、姉さんはどうなんや。ええ暮らしができるようになったか。黙って言うなりになって、ええ人間になってもどうもしてくれはれへんね。商売上手にやったら腐ったやっちゃって言わはるし、あてらは一体どうしたらええのや。あてらに一体どうせ言わはんのや。なんであてらこんな一面ならんやろ。